おいそこんにちは、アメリです。今回は今ツイッターでチラチラ見かけるこの編成をね使っていきます。流行に乗っていきましょう。アシストとまではちょっと人によって違うかなって思うんで、僕もまあもうアシストは適当に組みましたっていうところで、土台は多分みんなこんな感じだったと思います。ミストバーンの方にはラジオをつけてます。助言の神キラーの実況ですね。で、ミストバーンの方には戦国武器の実況上限の神キラー、これねリーダーとして使っていくんですけど、4コンボ加算とあと回復倍率が乗ってるのがすごい良くて、盤面3コンボ組めば10コンボになります。これがかなり便利。あと回復1コンボでも復帰がしやすいですね。チャコルに闇のコンボ強化に上限に埼玉ですね。で、画廊の方にはスキルプラスに幻面エンペラー上限つけてます。で、ダースベイダー実況の神キラーの上限解放の4連ガチャとらにしてますけど、まあここに関しては HP 足りるんであればギルガメッシュ、あのフェイトのでもまあ代用にはなるんかなと。封印耐性がね1個欲しいので、ちょっとその辺は欲しいところですね。で、ブラックバードの方にアマージです。いきましょう。まあなるべくタイムもちょっと重視しながら、あんまり僕タイムアタックは得意じゃないんですけど、まあ15分は切っていければいいかな。水見るの攻撃がねどうも2発受けれればいいみたいな、先制攻撃含めずに。あそこもミストバーンですね。はい、ということで、まずは遅延打っていきます。遅延打ちで、3ターン待っていきましょう。3ターン待って、でブラックバード変身可能になりますので、まあここで本来は全体攻撃があると便利だったんだけど、ちょっと今回呼び込めてないと。まあそんな時もありますね。まあ闇の目覚めが、そういうことそういうことですよ。でここで普通に1ターン待ってもいいんだけど、まあとりあえず幻面エンペラー打って、で盤面もあるんでこのまま突破しちゃいましょう。盤面なければね1ターン呼び込んでもいいかなって思います。敵もただ怒るだけなので、次のターンはこんなにコンボ組まなくていいんだけどね。ちょっと次の欠損とかの話、あーでも次欠損関係なかったな。ちょっとまだ僕の中で立ち回りが確定してないね。次陣確定打ちだから全然関係なかった。でこれ全体攻撃入れるので、別に闇が出ようが何が出ようがっていうところだと思います。ラジオは打って、ラジオは打ちの4連ガチャドラパワー打って、で、ヘイストかけといて、あとはまあ適当に5-3で削っていきます。多分周り削れて、麦ドラも半分いくと思う。で、ここの攻撃を受け切って、で、ブラックバードを変身させます。で、あとはまあここら辺も適当に、回復倍率も3倍乗ってるんで一応減少してますが、それなりに復帰はできる。OK。で次のターンは全体攻撃難しいなって感じたらミストバーン打っていいかなって思います。とりあえず埼玉打ち、まあ画廊もどこで打ってもいいと思うし、埼玉打って、なるほどね。わあ、全部闇なのか全部闇やんけ。まあこれで大丈夫ですね。で突破しまして、次もエンハンスなしで突破できるので、別にブラックバード打とうが打たまいがどっちでもいいと思います。繋がらなければ大丈夫。左上が暗闇が闇だったらめっちゃいいなって思うけど、お闇だ、闇だったので、じゃあこれで OK でしょう。はい、で次の階層はとりあえず3ターン待って突破ですね。あー、キー消せない状態か。ガロ打とっか。とりあえずねこうしといて、一旦ガロ打とう。はい、じゃあこれで突破していきたいと思います。ブラックバード打って、普通に闇ちゃんと2セット組んで10コンボすれば問題ないかなと思います。で突破して、チェスタ階層はとりあえず適当1コンボして次のターン2発突破という感じですね。まあここまでかなり快適だね。
チャコルと、チャコルじゃねえわ、パイモンとか、エスカマリが出た場合は若干調整が必要だったりはするかもしれないけど、まあそうじゃない限りは、ここね僕ミストバン打ちます。で回復もちゃんとしてあげなきゃいけないので回復もしながら削ります。なんで最初にミストバンかっていうと、次のターン回復なしの陣で攻撃されちゃうので、まあ2回目の攻撃がブラックバードの方でやった方が回復も作れていいんじゃないかなと思ってます。まあどっちでもいいよね、正直好み、もうめっちゃ好みだと思います。ミストバンでもいいかもしれんな、どっちでもいいめっちゃどっちでもいいわ。ミストバンだとね上下列変換固定なんで、まあ組みやすさはミストバンの方が上かな。ここはダースベダー打ってワンパンですね。次も先制攻撃が来るので一応ね回復はちゃんとしとった方が、ちゃんとしとかないと死んじゃうよって感じ。まあ相手光属性なんでカモです。テテスが出た場合はなんか憂い列からこの左から3番目を1個ピョンってずらすだけで、コンボになるので、まあ、詳しくはなんか頑張って知ってください。伝わってくれ今の組み方で。ここはチャコル打ってブラックバード打ちます。欠損しなかったら、あでもまあチャコルは確定打ちでいいかもしんないけどね。まあチャコル2回目に取っといてもいいかもしれない。で次ももうなんだったらこことかタイム重視される人とかはなんか盤面に置いとけばいいんだ、何も変換打たなくても突破できるように。これすっごい削る、だいたいこの7割から 7.5 割ぐらい削る。でまたロック来るんで、まあウィジャス回想が一番きついんじゃない。あの他の動画でも言われたんですけど、ウィジャスどうするんですかって、まあ頑張るんですよって頑張るんですよっていう、指短い状態でも頑張るんですよ。パズルするゲームですからね、昔は4秒だったんですから、頑張ってください。ヌトちゃんですね、今回闇2セットあるのでラジオは温存でいいかなって思いますけど、まあなければラジオは2球打ってもらっていいんじゃないかな。で次ブリトラオアインドラなんで、まあ今回はねダメージ激減あるんで、まあブリトラ出ても思いっきり突っ込んでいきます。まあ普通にブリトラも半分切った攻撃受け切れるんだったら2発で突破してあげればいいと思うんで。はい、じゃあここはラジョアからの画廊でいきますかね。はい、盤面がですね、ちょっとねもうこんなところで時間を食ってる場合ではないんですけどね。次もどうせ変換なんで全部消しちゃっていいと思う。別に発狂ゾーンに行ったところで問題ないし、ワンパンするなら下で全然いいと思うし、はい強い、最高です。だからもうあれか、あいつもワンパンしちゃえばいいのか普通にブラックバード打ってワンパンでいいのか。で今回は光ウィジャスが出ました。ちょっと削ってあげた方がいいですね、ま、本当にちょっとしか削れんけど、最初は縦張った後もね闇2セットで1回ぐらい殴れると持っていきやすいかな。でそういう時に輝くのがミストバーンなんですよね。これねミストバーン打つじゃないですか、ミストバーン打ってもうこれでいいんですよ、これでいいんですよ、これで10コンボなんで。でこれちょっと削ってあげる、うん、あとはまあダースベイダーでうまく削ってあげればいいんじゃないかなと思うので、まあ、とりあえずちょっと一旦待ちにするか。でダースベイダー打ってブラックバード打ちます。足りなかったら闇の2セット頑張るっていう。じゃあこれでどれぐらいいけるかな、いけるかな、いけましたね。まああれぐらい持っていけるかな、ちょうどいいぐらいだったかもね。
削り具合的にはね。12階層チャコル必ず打ってください。先制攻撃どうなんだろう。時女神とか結構きついんでね。あ、ちなみになんかエスカーマイ出てますけどあ、操作時間あれだな、短いな。じゃあミストバン打ちます。神調整のまた出番か。神調整の出番やってきましたね。これね、闇3セット組んじゃダメっすよ、絶対。2セット止め。落ち込んなしにしないとダメよね、ガロウと。OK。これでいいでしょ。これで、神調整。はい、来た。まあ、神調整、まあ、微妙やな。あ、今回ちょっと緩めの神調整でしたね。まあ、あんな感じでミストバン打ったら結構楽に調整しやすい。指がたとえ短かったとしても、まあ、比較的組みやすいんじゃないかなと思うので、まあ、かなり有能ですね。で、これでワンパンで持っていくと。まあ、ツーパンですけど。OK ですね。で、13階層、時女神ですね。ミストバン溜まってるんでミストバン打ちますか。まあ、ルーレットなんで呼び出していいけど全然。どうしよう、呼び出すか。OK かな。3セット決めてあげれば問題ないかなと思います。OK ですね。2セットでいけるんかな。ちょっと詳しくは PDC で。で、ここも、まあ、2パンですね。ガロー打って、ブラックバード打って、次、ルーレットから書き出して、終わりかなって思います。まあ、初手ブラックバード打たなくてもいいかもしんないけどね。後半、ブラックバードの方が良かったかも、立ち回り的には。次で打った方が変換にできる。闇作ってくれる陣のやつだったらいいけど、火の方だったら、どうやったっけ？これ闇の方なかったっけ？なんかあったような。なかったような。とりあえずじゃあもう、僕は倒しに行くよ、これも。じゃあこれで倒しますと。OK ですね。はい、ボス回想。で、ボス階層は一応神調整を見せたいねーっていうとこですね。まあただね、これ神調整わざわざ狙う必要ないっす。もうめんどくさいんで、しなくていいっすか。あのね、神調整とかどうでもいい。一回もう半分持ってっちゃえばいいと思います。適当にビャーンって組んで、これで7割ぐらい削っといて、回復させといて、ダースベイダー溜め直して、めっちゃ削ったわ。で、ダースベイダーでワンパンいけるんで、まあ、画廊でちょっと落ち込んなしだけ回復させとこうかな。はい、じゃあここで持ってきます。まあ、こんな感じの立ち回りで全然いいと思うよね。もうこれで持っていけますもん、だって。OK ですね。まあ基本的に何ミルが来ても大丈夫かなと思います。光でした。まあ、削っていくだけっすね、こっからは。これ倒したっしょ。はい、ということで、もうあっという間に、もう倒しちゃいました。はい、ということで、条件解放は落ちないんですよね。めっちゃやってるよ、条件解放。10周ぐらい落ちてないよ。クリア時間は15分ぐらいですね。まあ、タイム極めれば12分、13分、全然出していけるかなと思うので、まあ、なんかいろいろツイッターの方にも編成ありふれてると思いますので、よかったら持ってる方、組み合わせてね、使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。